就労継続支援事業所を協力金の支給や商品の購入を通じて応援するマニワつながり促進事業が先月30日から始まりました。今月6日には市役所本庁舎で事業の対象商品のプレゼン会が開かれ、参加する事業所の職員や利用者がそれぞれの商品について太田昇真庭市長に説明しました。この事業は新型コロナウイルス感染症の影響で販売の機会や売上が減少した市内の就労継続支援事業所を支援するため真庭市が独自に行うものです。感染症予防や商品販売の広告などに使える協力金を参加する事業所1カ所あたり100万円支給するほか、対象の商品を購入した人に購入費の一部をキャッシュバックします。キャッシュバックの金額は購入した人が真庭市在住の人の場合購入費の 50%、市外の人の場合購入費の 10% で、申請者1人につき購入費の合計2万円が上限です。対象の商品には専用シールが貼ってあります。8月7日現在、この事業には市内の7つの事業所が参加していて、合わせて50種類の商品が登録されています。真庭産の木材を使った木のぬくもりを感じられるものや、クッキー、ペット用品、利用者の個性を生かしたアート作品など様々です。これはサオリ織という織物で作った、これトートバッグでございます。縦糸を通して織り上げるまでを全て手作業で行っております。縫い上げるのも職員と利用者さんでやっております。真庭にお住まいの方でしたら、今回の対象商品、対象のシールが貼られた商品につきましては、申請の手続きをしていただきましたら 50% が後ほど返ってくるという制度になっておりますので、ぜひお手に取っていただいて、キャッシュバックの方も受けていただいてということでお願いできればと思います。どうぞよろしくお願いいたします。事業の登録商品は今後随時増える予定です。なお、キャッシュバックには申請が必要で、申し込み先は真庭市社会福祉協議会、締め切りは来年2月26日までです。